今回は3回目、今回は結構ビデオが長くなってしまったので数本に分けています。何回に分かれるかまだちょっとよく分かりませんけども、終盤です。だいぶ表面的なところを、描き始めてきています。やはりこう表面を描く前に土台を作るというようなことがあると思うんですが、その土台というものは、要するに形になる前のもの、形のないものなんですね。で、その形のないものを捉えて、表面を想像することが重要になってくると思っています。全く自分でもわからないもの、これが何なのかがよくわからないものを、土台にですね、今見てる現実の表面を想像するんですね。例えば、めちゃくちゃに描いた、まあこの工程がそうなんですが、めちゃくちゃに描いた中に自分でももう何かわからなくなってしまったものを見ながらですね、それが例えばどれだけそれが頭部だとしたら、頭だとしたらどれだけそれが傾いているか、どれだけ、どれだけの光をそれが浴びているか、どういう目線を持っているか、また眼鏡をかけたとしたらどういうふうにここにかかるのだろうかとか、想像するんですね。最表面を、最も表面的なところを想像する。例えばここに、自分にここにほくろがあるとか、そういうことがよく分かってるんなら、それをその画面の中に、想像してみるんですね。この辺にあるだろうかとかですね、本当に最も表面なところですね、それを想像する。そうすることで、今何か分からない物体がですね、具体性を帯びてくるんですね。で、それがですね、形のないものがですね、形のあるものを支える形になるんですね。だからその表面的な形っていうものはですね、想像上の現象の上に成り立っている。目の向きだとかですね、眼鏡のかけ方だとかっていうものは、わけのわからない無形の、土台の中で支えられているということになると思うんです。無形が有形を支える形っていうものが絵画の面白さの中に、あると思います。で、有形なもの、もともと分かったもの、表面的なもの、最も表面のものが、土台になるということはまずもって難しいというか、それをもう目で見てしまって理解してしまっているから、それが土台になって描き進めていけるということは難しいんですね。最も表面的なところは、構成においては最も最後の部分になるわけですから、それが土台になる、それを土台に書き進めていくということはできない、けれども形をですね、その最も表面的な形をどんどん書き込んでいくことはできるんですね。で、それは構成にはならないですが、1回のステート、コピーのような形として、例えば午前中なら午前中だけの分として、1日なら1日だけの分として書き込める。要するに1人の一生分としては書き込めるんですが、それにおいて死ぬことはできない。構成というのは前も言ったように、その1人の人が、何人もの人生をそこで生きるわけですから、毎度毎度構成ごとにその人間は死んで、また新しく知らない人が出てくるわけですね。で、つまり前の人の人生を知らない、だからそれが、どういう意味を持っているかを知らない、
前の土台がですね、どういう意味を持っているかを知らないというところに構成が生まれてくる。忘却において構成が初めて下地が生きてくるわけですが、表面を描き込む具体性の段階にあたっては人一人分がそれを、先人たちが蒔いた種を摘み取る、果実を摘み取るんですね。蒔いた種がちょうど、形になって見えてくる時期に生まれてきた人たちはそれを摘み取る。でそしてそれを収穫、それが収穫ですね。そういう行為が人一人分、で行われることが多いと思います。そして絵は、表面的にも完成する。その土台が支えてくれてその表面があるといったようなことに、なっていくのが一番楽しい、絵の、あり方かなと思っています。表面はだから一気に、小一時間もあれば、シンプルに描けていくんですね。これぐらいの絵だとですね。身体性というのはその形のない土台のことを言うんですね。絵において身体性がある、身体性がないっていうのはその土台があるかどうかだと僕は思ってるんですが、この身体性、自分の自らの身体感覚とかですね、頭で考えたことではなくて自分の、アクション全てを、身体性と言うと思うんですけれども、最高の身体性はですね、自分が全否定された時ですね、何もうまくいかなかった時とかですね、そういう時が一番の身体性を持つ時だと思います。何かこう表現されてしまった後では、具体性を持ってしまった後ではもうそれは身体性ではなくて、最も表面の現象部分に至ってますから、それは理解できることなんですね。理解できることを、どんどん煮詰めていくということをレオナルドは、嫌って、過度な熟練と言っていますが、そういうことをするなと。自分の全く形のない理解できないところを突き詰めてい、って、それを形にしろ、デザインしろというわけですね。それでこそ世界を認識する、その自らでですね、世界を認識することになるんですね。つまりその丸一日何もうまくいかなかった、必死に書いてたけど今日はもう、徹底的に書いてあがいてみたけれども何もうまくいかなかったっていうことがあったとします。そういった時はその絵はかなりの身体性を持ってるんですね。全ての、行為が無駄に終わった、全ての行為が無駄に終わったということは、逆に全ての行為がその中で身体性を持っているということですね。何も現象にならなかったということ、何も概念がそこからつながらなく生まれなかった、理解できるものが何一つそこにないっていうことは、全てが本質になっている、具体性、本当の具体性、体を持っているということなんですね。そういうのは一見ある人、他の角度から見ればそれは一見、絶望でしかないですが、それが実は充実した形、後からメラメラ燃えてくる火のようなものになるんですね。フランスのですね、有名な女性の、思想家、哲学家、シモヌ・ベイユっていう人がですね、面白いことを言ってるんですが、こういう全ての具体性はですね、キリストの体からのもので、
神から一番隔たった距離にあると言っています。つまり何かわからないもの、全然自分が見えてこなかったもの、悲惨でしかないものですね。それが、完璧な神からしたらですね、一番底辺にあるんですね。それがキリストだということなんですが、神とキリストは、まあ、普通にキリスト教的には、一緒のものです。キリストも神ですし、神も神です。父なる神と言ったりしますね。その距離は、一番隔たった距離にキリストがいると。で、彼までの間に、父から彼までの間に、神から神までの間に、全ての万物があると。で、私たちは重力に従って彼にたどり着くと言ってるんですね。重力通りに僕らが動いていくと、結局はキリストにたどり着くということを言っているんですね。それに続けて、この無限に隔たっている距離を超えて、限りない愛が崇高な一致を絆、崇高な一致の絆を渡しているのであるが、この距離を、距離の分裂の響きは常に絶えず、世界の中を沈黙の底に引き裂かれ、融合した二つの音のように、まことの会長、分裂をもたらす会長のようになっている。それがまさしく神の言葉である。創造全体はその言葉の震えに過ぎないと言っているんですね。この創造全体の言葉の震えっていうものが僕らの叫びですね。魂の叫び、何も見えなかった日、何もできなかった日がその言葉そのものになるんですね。それが現象、一つでも現象を帯びるとたちまち形になるということなんですが、全く言葉を持たない、虚無な自分の中に、一つの言葉を自分が発するんですね。そうするとそこから世界がどんどん立ち上がっていくということが創造の過程において、感じられる。創造をですね、共にすることができるんですね。だから その自分が、打ちひしがれた自分がいなかったらですね、世界は、この世界は、全く創造されなかったわけなんですね。そういうことになると思うんです。ここで創造全体は言葉の震えに過ぎない、と言っています。創造は何々に過ぎないと言っているということはですね、創造っていうものはもう実は大したことじゃないんですね。創造が素晴らしいとかっていうことはよくありますが、創造は実際に起こったこととして僕らが体感すると非常に素晴らしく思えるんですね。だって愛を感じるわけですからね。僕らみたいなもんが、もう本当に僕らみたいなものが、僕らみたいなものを土台として世界が生まれてくる瞬間を体現するわけですから、それは素晴らしいもんだと思うんですが、創造自体よりももっと素晴らしいものがあるということですね。だから創造に過ぎないという言葉になるんですけれども、僕、想像よりもすごいもの、要するに、何でしょうね、世界の現れ以前のものなんだと思うんですが、例えば僕がちっちゃい時に思ったことですね。昔大阪に住んでてですね、9階建ての、マンション、当時多分そういうところで住んでた人多いと思うんですが、夕方になると綺麗に夕日が見える、ベランダに出るとですね、で、ちっちゃいからですね、幼稚園、まだ幼稚園です、大阪に住んでた時、自分がもしそこで思うんですね。自分がもし生まれてこなかったら、
体この世界は何なんだろうかということをよく思うんですね。で、生まれてきたからこういう世界があるものの、生まれてこなかった場合はないも同然ですね、自分からしたら。けれども父母がいるということはこの世界があるあったということですね。僕らが生まれる以前からあったということなんですね。でも僕にしてみればこの世界が生まれたからあるわけですね。ということはですね、僕が生まれたと同時にこの世界ができたんですね、僕にしてみればですね。で、僕が生まれたと同時に、後から考えたらですね、僕が生まれたと同時に要するに神も神となったんですね。で、こういうことがですね、やっぱり直感としてなんとなくこう認知できるというか、僕が生まれなかったら神は生まれなかったんですね。生まれる以前は僕らにとって神でもないですし、何でもないわけです。でその何でもないもの、真っ暗闇の何もないもの、真っ暗闇といってもまあ闇もないとは思うんですが、何もないものがやはりこの、思考のものなんですね。そこから人が生まれる、ある個人が生まれることによって神が対象となって神となる、全知万能の神となるわけなんですね。全てのことに不可能のない神になるわけです。良きもの、悪いものに対していいものになるわけですね。で、そうやって想像の限りを僕らが尽くして神に付与できるですね、いいことっていうものが要するに神っていうものになっていくわけですけれども、生まれる前はそんなものはなかったわけですね。だからですね、本当の神、想像以前の神っていうのはですね、いいものでもなければ悪いものでもないし、別に何の概念も持たないものなんですね。全く無です。何もないものっていうことになります。で僕らが生まれたからそういうことになったわけで、何もないものということになって、つまり想像に過ぎない僕ら、想像の産物に過ぎない僕ら以上のものというものはこの何もない生まれる前の形なんですね。で僕らも生まれてしまっているので、そこからその何もないものに向かって歩みを進めていくということになると思うんですが、今度は僕らはそこに、出てきたからそこに帰っていくような形だと思うんですね。何もないものの中に、帰っていく、そこに現象が現れるということなんだと思うんですね。だから僕らがそれを感知できる、例えばその何もないものが理解できるということはすごく難しいんですけれども、やはりその芸術においてはそれを目指すことが一番だと思ってはいるんです。で、やはりそれに一番近いのがキリストの体ということになると思うんですが、つながるのがですね、それが道になるんですね。全ての現象、全ての理解していること、全ての知っているもの、これから感じるもの、概念、全てですね、そういうものから離れることで、これが人間においては全てを失う瞬間、絶望する瞬間だと思うんですね。でその絶望する瞬間、自分が否定される瞬間、何も残らない、全く孤立する瞬間っていうものが身体的に、キリストとつながるんですね。でそうすることで、無形の、神に、つまり僕らの神となったものにつながるんですね。
で、それをですね、絶望してそこにつながった感性ですね。で、それをまた自分で見れるかどうかっていうことが大事だと思うんですけれども、それをエクハルトっていう人は積極的な感受性って呼んでますね。能動的な感受性か、能動的な感受性っていうんです。じゃあ、受動的な感受性っていうのは何かっていうとですね、僕らが普段持っている感性、五感で感じる感性、食べて美味しいだとか綺麗だとかですね、そういう自分の、一部分ですね、肯定できる部分、何かこう好きだとか言える部分なんですね。日本ではですね、僕ちっちゃい時よく言われたんです。絵画教室とか言って感受性がいい、感性がいいとか言われるんですね。で、そうするとあすごい感性がいいんだなと思うんですが、芸術の世界、本質の世界においてはですね、感性っていうのは本当の道を塞ぐものなんですね。それによって見えなくなっているものなんですね。道が歪められているものなんです。で、それを失うことによって初めて、積極的な、感性っていうものが生まれてくる。つまり日本の言葉で鈴木大拙が言ってますが、霊性っていう言葉ですね、霊的な性質、そういうものが生まれてくる。その僕らがもともと持っている感性っていうものはいろいろ空想力を持っていて、いろいろな概念につながる。もちろん死の世界の概念、耽美的な世界にもつながったり、僕らが、日本においては初めて鎌倉期に霊性というものが現れたと、大切とは言っていますけれども、それ以前平安の時代はなかったのか、平安時代それ以前の時代はなかったのかっていうと、やはり霊性というものではなくて感性なんですね。その感性、鋭い感性によってですね、なんとなく美意識を、いろんな、知らない世界に持ってたんですね。で、そこにはやはりリアリティというものがなかった。けれども鎌倉期、においてですね、初めてそれが芽生えてくるんですね。1500年、その頃はヨーロッパではですね、ルネサンスが あったわけなんです。で、その時期って何かあったんでしょうね。その人類全体、ヨーロッパの中でもおいてでもですね、何かこう、一つのリアリティを求めようとする動きになったんですね。日本は日本で、で、まあ鎌倉期のリアリティにおいてはもう僕が思うにはルネサンスの日ではないと思いますが、非常に素晴らしい運慶会計、もう鎌倉期の、彫刻、絵画、全てにおいて非常に霊的な、鋭い魂に刺さるようなものがですね、あるんですね。ルネサンスはどうか、ヨーロッパのルネサンスはどうかというと部分的だと思いますね。そこまでではない、けれども、そのある人においてはですね、レオナルドとかですね、ある人においてはやはり霊的な部分、リアリティというものを持つようになるんですね。ルネサンスは大衆との乖離で、鎌倉期の美術は大衆に対して非常に親しく向かっていったわけですから、その違いは非常にあってですね、そのゆえで、まあ、ルネサンスは鎌倉時代には及ばないというようには思いますけれども、霊的な、積極的な感性というものがですね、芸術には、非常に重要になってくるということを言いたいと思います。